はい、こちら、アサリです。今回はバレンタインガチャ引いていきたいと思います。狙いは新キャラのイデアルとアンドロメダ。まあ、いずれもね、ガチャ以外で入手できる手段っていうのは一応あるので、気楽に行きたいなというふうに思っているんだけど、まあ、出るに越したことはないし、まあね、イデアルが出て動くところを見たいっていうのもあるんでね、頑張っていきたいと思います。今回は石を400個80回分、プラスメールの方が2つあるので、合計82回ですね、回していきたいと思います。で、今回、アンドロメダの確定パックは買っていません。出ると思ってるから。出なかったらどうしよう。ちょっと前なんだけど、サムスピで、リムルルを確定ガチャ買った後に普通にね、課金してガチャ回してたら、なんか6体ぐらい出ちゃったんで、確定パック買ったのもったいなかったなっていう出来事がね、過去にあったんで、まあ、ちょっとそれは、過去の反省を生かして、確定パックは後にして、まあ、もし出なかったら当然買うんですけれども、普通にね、ちゃんとガチャから出すという気持ちでやっていきたいなというふうに思います。ダイヤ出ずですね。まあ、そうですね、アンドロメダ、シンプルに使い道ありそうだなというふうに思ってはいるんだけど、まあ、例えばその水パで、裏異形とかをね、クリアしたい人にとっては、すごい裏異形と相性のいい性能をしていると思うんで、そうですね、まあ、欲しい人は結構多いんじゃないかなと思いますね。お、ネイか。いいね。今回星8のね、ラインナップが非常に少ないので、その効果の弾を稼ぐっていうのもちょっと難しい感じになってくるかと思うんですけども、まあ、そうですね。あんまりそういうのが出ないかなというふうに思うんで、ではちょっとね、厳しい戦いになると思いますけども。そうですね。まあ、アンドロメダはその5ターンで打てる、属性吸収無効。その敵を倒す際はその、わざわざね、属性吸収って無効にしなくても、その、座れる色を避けてパズルして突破できるっていうことも、まあ、大いにあるんで、まあ、その必須度で言えば、まあ、ダメージ吸収無効とかにはちょっと劣るかなというふうには思うんですけれども、まあ、そうですね。そのせいか、その、なんていうのかな、高難易度になると、割とその、軽々しく敵も属性吸収をホイホイ打ってくる傾向があるかなっていうふうに、個人的に思っているし、なんかその運営もね、多分、属性吸収ぐらい別に一緒って思ってるかもしれないんだけど、まあでもね、あると間違いなく便利だと思います。まあ、アシストのベースとしても優秀だし、まあ、水パじゃなくても使えるんでね、多色の色合わせとかでも全然使える性能なんで、本当に持っておいて損はしないかなっていうふうに思います。あ、スタートかわいいな。まあそうですね、だからアンドロメダはすごく優秀だなっていうふうに思っています。で、イデアルはね、正直わからん。単体としてはマジで頭おかしいスペックしてると思うし、その流行りのパーティーでやったらちょっと若干使いにくいのかなっていう部分が、ちょっとあるんで、やっぱりその多色としてどうしてもね、使わざるを得ない部分があると思うんですよ。その正月リーチェ以降っていうのは、その多色っていうのはガンガンこう強くなっていってるなっていうふうには思うんだけど、まあ、なんていうのかな、これはもう完全にイメージの問題なんだけど、いかんせんその不遇な時代っていうのがあまりにも長すぎて、そもそも手を出しづらい、その理想的なパーティーっていうのを組もうとすると、やっぱりね、めちゃくちゃ廃課金パになっちゃうし、どうなんだろうな、まあ、こればっかりはちょっと使ってみるまで何とも言えないですね。なんかちょっと Wi-Fi の電波が悪いのか、いつもよりも画面がいつもに増してこうイガイガしてるけど、イガイガしてるって言い方はおかしいけど、はい、ソニアありがとうございます。いいですね、ネイとソニア、これで出たな。いいね。お？あ、これはあれか。もう一つの確定パックの方のヴィーナスですね。てかね、その新しい季節限定の星9が今回、おーおーおーおお。いや、いいよ。全然いいよ。新しい季節限定の星9が、ちょっと待ってよ喋らせろよ、お前。ちょっと自重しろ。いいけどね、別に。新しいね、季節限定の星9が、今回、大魔女ではなかったんですね。まあ、今までの季節系の星9全部、大魔女系でね、来てるんで、まあ、今回、ネレとファスカが新しく大魔女シリーズとして追加されたんで、まあ、今後っていうか、その今回のバレンタインと、今後来る学園で、ネレとファスカが埋まるのかなっていう風にちょっと思ってはいたんだけれども、なんかそうじゃなかったみたいですね。
まあそうですね、だからこれで学園で何が来るかっていうのがちょっと予想が難しくなりましたかね。なんだろうな、まあイデアルが来たってことは多分、石10個ガチャの今目玉系のモンスターなのかな。なんだろう、留学士とかから来るのかな。留学士で一番こう目立ってるキャラってなんだろう、ミナカ？ミナカだったらワンチャンあるか。あとはマリエルとか、まあ、僕マリエルちょっと気まずい関係なんでそれはね勘弁してほしいんですけれども、まあそうですね、予想がつかないっていうのはある意味ちょっとワクワクする部分でもあるんで、楽しみにしておきたいなっていうふうにも思いますね。はい、ダイヤ率超渋いな。さっきのソニアラッシュがなかったかのような。あ、これクシナダ姫ですね。まあクシナダもこいつあんま使ってないな、難しいね。はい、じゃあ関係ない話をしていきましょう。おおおお、なんでこんな偏るんだろう、もうちょっとこうまばらに出てほしいんだけど。まあ、バレンタインなんでそれの話をするんですけど、僕バレンタインの思い出で一つね印象に残っていることがあるんですよ。それが中学生の時に、まあ、僕部活に入っててバレーボールやってたんですよ。で、まあ、部活って大体男女分かれてるじゃないですか。男子バレー、女子バレー、男子バスケ、女子バスケ、あと何がある？テニスとか、まあまあ大体分かれてますよね。で、まあ、当時同学年だった、女子バレーの子っていうのが、まあ、大体7人ぐらいいたのかな。でそのうちの、まあ、6人がそのバレンタインの日にチョコレートをくれたんですよ。まあ、なんかそのくれたって言ってもその俺個人にくれたっていうよりかはその男子バレー全員、男子バレー部その同学年の、男子バレー部全員にこう配るみたいな、そういう感じですね。そういう感じで渡されたんですよ。でまあもらうじゃないですか。まあありがとうっつってもらって、でただその6人のうち1人だけ、なんていうのかな、本当にあれ、分かりにくいなって思ったんだけど、その個人的にというか、これがその集団でこういる時じゃなくて1人でいる時に声をかけられてこれあげるって渡されたのが1人だけいたのよ。その時はそうみんながこうチョコを渡されでこうわーわーってこう騒いでたんですよね。でそのわーってみんなで騒いでて、でしばらくして、でそれが解散になった後に後ろからちょっとって声かけられて、でそのチョコをひょいって渡されたの。だからその何ていうのかな、わーってこうみんなではしゃいでたその流れで最後にひょいって渡されたから、で普通に俺はなんかその流れで渡されたのかなっていう風に勘違いしちゃって、 ありがとうねって言って普通にもらったのよ。だから俺はその時の、その子の、まあ、意図っていうのに全然気づかなかったのね。でちなみに俺実はそんなにチョコ好きではないのね嫌いまではいかないけど、そんななんかね自分から買ってこう食べるようなこともめったにないし、まあ、そんなめちゃくちゃ好きっていう感じでもないの。だからその女子からもらったチョコレート、まあ、合計6個をすぐには食べなかったのね。数日放置してたんですよ。でずっとその部活のカバンの奥の方に入れっぱなしだったので、もう完全に忘れてて、もうなんかもうみんなバレンタインの話題なんかもう当の昔みたいな、そういう感じの、空気になってる頃、もう4日とか5日ぐらい経ってから、あそういや俺チョコ食ってないわと思ってふっと思い出して、でカバンの中探したらね、そう奥の方に入ってたあのチョコレート、まあ、6個ちゃんとあったんですけど、その6個のチョコレートのうち1個だけ信じられないぐらいカビが生えててなんかね、そのもともとはちょっとこうなんていうかな、アーモンドがこう周りに振ってあるちょっとこうデコボコした感じの、ゴルフボールぐらいのね、まあ、チョコボールみたいなやつだったんだけど、それがあまりにも壁じゃないわ、カビが生えすぎてて、もうなんていうかな、
完全に緑になってたの。チョコレートの原型をなしてない緑で、なんかもうドラクエのトゲ坊主みたいになってたのね。だからもうさすがにさ食えないじゃん、そうなったら。だからもう、うん、捨てたのよ。悪いとは思うよ、もう本当申し訳ないとは思うけども、もう仕方ないじゃん、食えないんだからさ。でそれ以外の、5つは全部無事だったのよ。だから普通にもう見た目が綺麗な状態で食べることができたのよ。で俺気づいたんだ、その時に、あ、これ手作りだったんだと思って。手作りだからそのカビがね生えてしまって、で他のやつは全部買ったやつだから、その保存料かなんかが多分ついてたんでしょうね。全然カビが生えなかったんだよねっていうことに気づいたんですよ。でその直後にその手作りの、トゲ坊主をね渡してきたのが、こうみんながこうわーってこうして終わって、でそのはしゃいだのが終わった、その最後にこうしれっとこう個人的に渡してきたあれだったんだっていうことに気づいたんですよね。じゃあこれもしかして本命だったのかなと思って。だってその実際その子がその俺以外の男子に渡してるところを俺見てないんだ。その子から俺はもらったけど、その子が他の男子に渡してるところ俺見てないから、まあ俺がねたまたま見てなかっただけかもしれないけど、その俺だけに渡してきた可能性が一応あるなっていうふうに思って、あ、だからワンチャンもしかしたら本命だったかもしれないチョコを食わずにトゲ坊主にして俺捨てたんだよね。おとんでもないことしちゃったぞ俺と思って。まあそれ気づいたのが本当に4日5日経ってからだったから、その間っていうのは全然いつも通りだったんだけど、それに気づいたことで逆にもうなんか、なんだろうな、めちゃくちゃ気まずくなっちゃって、まあそのなんだろうな、味の感想とかも特に聞かれなかったし、でその後その女子とね別になんかその恋愛的な、何かが起こるっていうようなこともなくて、うやむやになったからほっとしましたっていう話ですね。おい何も出えへんやんけ、どうなっとんねんこのガチャ。宝石しか出えへん。いやー目玉も全然出ないし、イデアルどころじゃないぞこれ、やばいな。ちなみにその子っていうのは当時、いた同学年の、女子バレー部の中で実はね一番ブスだったんですよ。だからまあもちろんね別に仲悪いわけではなかったけども、まあ悪いことしちゃったなとは思いつつも、なんかそのやっぱね当時みんなやっぱ思春期でそういう可愛いとかかっこいいとか、ドゥアッ、あー焦った、びっくりした。やった、引けた。あーちょっと俺今言葉を完全に失ってしまったんだけど、あーよかった引けたわ。こんな最後の終盤で引けるとは思わなかったな。よかった、オッケーオッケーオッケー、よし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 。であとは目玉なんだけど、さすがにもうこの回数では出ないから、もう確定を買いますね。はい、そうだからその本命かもしれないチョコを渡してきた子はその女子バレー部の同学年の中で一番ブスな子だったのよ。なんか悪いことしたなというふうに思いつつも、まあ、それによってなんかその変に周囲からなじられるみたいなそういうことも、まあ、なくて、正直良かったなっていうふうには思っておりますけどね。ああ終わってしまう、ダイヤ全然出ねえな。イデアル出たとはいえやっぱ渋いぞこれ。間のソニアラッシュは普通に運が良かったな、あれは結果なんか普通ぐらいになったわ。いやーでもメダが出ないのがきついな。はい。最後まで金と。まあね、まあ、この話も15年ぐらい前の話なんで、さすがにもう時効だと思うからね。まあ、万が一この動画が本人にバレても大丈夫と勝手に自分に言い聞かせることにします。はい。無料は金と。で、これが120円のやつですね。これで金だったら、
ああ、これもう、ひどいな。ちょっと待ってね。あの、メダ買うわ。はい、今買いました。でこれで、メダを引いて終わりにしましょう。いやちょっと待てよ、石が20個あるな。これ引くでしょどうする、これでもし出たらめちゃくちゃ複雑なんだけど。4回やるは出ないっしょ、さすがに。さすがにそんなことはね。ワンチャンイリアルとか出てくれてもいい、それだったら全然いいんだけどおい、これどうすんだおそれは違うだろう俺に2440円を使わせようとしたんだな、このガンホーは。やってんなお前、マジかまあ、うん、そうだね、動画的には美味しいということにしておこう。はい、これが実質だラストですね。結局何回引いたの ?86 か。お、最後ダイヤ。いいね。まあ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 。はい、じゃあ、今買った、メダをね、引いて終わりにしたいと思います。まあでもイデアル出たし、まあメダ別に複数あってもね、いいなというふうに思ってたんで、まあ結果的にいいってことにしましょう。はい、ということで、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。まず動画でお会いしましょう。バイバイ。